いうちね、うん、あの、なんかね、ニュース見たんやけど、最近のね、小学生かな。うん、が、あの、和式で、うんこができない,みたいな。俺も見た、それ。<laughs> 男子が、しかもさ、男子がな。うん、そうトイレ使えへん、割合がな50、そうそうなんか。五十パーだか、何パーだか。それを見て、ええー、と思って、うちはね、逆に、あの、田舎で育っとったから、もう和式しかなかったん、うんえ。和式の方がええねんで、なんか。 まあまあ、こが人間の,のそうそう、ちょうどいい姿勢になって、<う>いい感じでうんちがね、出てくるみたいなこと。うん、できるんじゃあ、あれちゃん、和式でやっぱ。うちはもう田舎やったから、ボットン便所やったわけよ。<あ>だから、あの、全然和式いいね、いいねって感じやったから、あの逆に洋式が出てきた時に、もう無理すぎて、<ー>結構ね、長い間洋式で、あの、ちゃんと、あの、上がって上に、あの、<laughs> 上、上、んに来てくれ。 今思ったのがあれ、和式って言うけど、うんうん、ロシアも和式やったで、俺昔、昔じゃなくて、すっごい昔、うん、ロシアの、もうほんまに曖昧な記な曲やから、もしかしたらちゃうかもしれへんけど、うん、なんか、ロシアって、便座に腰かけるのが汚いとされてるやん、うん、公衆トイレとかで。だからもう、うん、その便 様式やねんけど便座がなないいみたわかるあれって別になんか壊れてるとかじゃなくてあえてみんな便座を嫌がるからもう最初から外すみたいな便座がないっていう,う体に触れないためにいいんだよ、ね、そう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 、うん、ということになってんねんけどでその流れなんか俺子供の時公衆トイレおじいちゃんと行ったことあんねんけど、うん、それ和式やった気がするねん。 まあ、いわゆる和式じゃないけど、うん、和式と作りは要は一緒みたいなだからあれ和式日本から伝わったのかなじゃああれ分からへんけど、えー、でもなんかそんな感じあったでもあれできひんわ、ま、和式ではそううちもう和式しかできんかったからもう洋式ね、うん、結構の間ね洋式の上に土足で登って土足,土足ちゃうけど 土足中国人観光客向けにさそれあの乗らないでくださいみたいなこう、うん、便座の上に立たないでくださいって書かれるのと一緒雇ってんあそう、うん、でもあの靴出ちゃうよ,、ね、いいよ家の中やから、ね、あの普通にでも <laughs> やばいよねあれ外れるってことやからね俺はもうだから分からへんからやっぱりもうさもう何た,またまにもうほんまにうんこ無理みたいな時に。うん もう人がおらへんとこ行って見てその公園じゃないけどいやいやあのい公園とかに行ったりとかしてあるやんでそれでたまにもうほ,ほんまにもう和式しかないってなってでも,もううんこ出さんとあかんってなった時にやるねんけど的っていうかあそこに入ったら,あのだから収まればいいみたいな感じ。でも入るあれなんか 俺のケツの穴からどうやって出るかなんか知らへんやんか <laughs> だから俺はここで今こう出したら入ると思ってるけど実は横になんかったりしたらたまたまあそこの的にはまらんと隣にボトッて落ちるかもしれへんしそうなったらでもそういう失敗ってあるやんか。だから 自分のアナルがどうなっっててるか多分分かってへんなと思ううか <laughs> アナルはあの普通にまっすぐに伸びてあの普通にケツなもはまっすぐになってるから別に<え>あの横にこうぴゃーってなちゃうから俺な,俺な、様式でもマット外れんの、様式であんた俺さ、<laughs> 俺のアナル曲がってるかもなんかどこに出してんのじゃん<え>あんたなんていうんかなあのさ昔花、花火でさ <laughs> 蛇みたいなになる花火あるの知らん。 こうやって、<laughs> なんかこう、あれあれ動くやつやな。動く蛇みたいな。うんうん、あんな感じで出てることあんねん。それは <laughs>、どういうこと <laughs> だから、もちろん、様式やから、それることはないけど、自分の、もう、ケツの他のとこに、こう、こうこ,こで動いて、こう、想像してしまったわ。触ってんのにさ、もうなんか足の間からうんこが出てきて、落ちてくるみたいな隣に。落ちてくるみたいな。ほんで、それで、なんか、だからもう、 ウォシュレットも普通の人はちょっと動かすだけでいいけどちょっと動かすだけウォシュレットって動かすのウォシュレット動かすやろビーって出てくるからこのピシャーってなってるのに合わせてちょっとこうやろ動かすや動かすだって1個の点しかならへんからえ動かえあちょっとケツの周りはちょっとこう当ててるやんか。 蛇、うん、これわかるかな蛇みたいな花火って、まあ、あのなんか、あるやんストローのさ髪をこうシュクシュクってしてんで、それ水やるとこう蛇みたいに動いたりするやつやろだから俺はもっとその,範囲がそのも,もっと激しいやつないウォシュレットする時も周りの部分もちゃんと洗わんとなと思うからもうもう。もう 結構,もう結構ついてるやん、あんた、もう、もうそれ、<構>もうそれなんかもう、んなんお尻のなんか横とかも、なんかもう、うもう下手したらもう、太ももとかについちゃってるやん。そう そうじゃねえよ否定しなさい否定しなさいどこからが太ももか分からへんけどやっぱそんくらい大変なこともあるそうなんやうんこ問題大変だから俺は和式無理やん和式やめといた方がいいね確かにこうおことが終わったと思って立ち上がったらさもうすんげえとこにあったら和式使えへんっていうのやっとったけどでもあれなあれアンケートの仕方が悪い学校のトイレ和式のトイレは使えますかみたいな質問やって。だから使えるけど使いたい たくないっていうことでう。多分、そうやって答えてる子もおったし、しうんうん、そもそも男の子は。和式。使うイコール、うんこやん。ま、ね、で学校で、うんこしたくないねん。男は。 まあまあ、恥ずかしいな。そう。だから、小便器があるから、その小便器で小をしてたら、おしっこやから、誰にもからかわれへんけど、うんうん、個室に入った時点で、うんこやうんこまンん、みたいな、なるやん。<laughs> だから、なんか、その全部、その個室みたいにしたんや男の子した方が、いいよねって、その、まだなってないとこもあると思う。うんうん、なってへんの。んよ、全然。だって、俺子供の頃さ、うん、男子トイレと女子トイレ、一緒やったで。小二とか。あ、そうなん 証人の時男子トイレ一緒やったええー、それ聞いたことないわえなんかだから全然男子トイレの横を女の子えなんか中を女の子通ってて通ってたんやでもなんかある時からダメってなって無理やり誰か言うとんやろねミニミニ 無理やりんかこう障子じゃないけど薄い壁みたいなの作ってうん意味ねえじゃねえかそれ取ったそういえばだからそのぐらいトイレ問題って全然まだまだ発展途上という結局な俺思うのはやっぱりそれその子供たちのアンケート答えたのは男の子がうんこしづらいっていうのが問題やなと思ってあのニュースを見てやっぱりトイレ行って個室に入る時点で ウィウィ言われるからでそれをな教育でとかって言うね教育してうんこするのは恥ずかしくないんやでっていうのを教育しましょうみたいな言うけどなんかどこかでなこれ調べたことあんねんけど人間って本能的にうんこするやつをからかうねんってなんか本能なんえそう猿とかもうんこしてとかもうんこしてるのからかうねんってどうやってえねうふふふとか言うじゃん知え分からんけどなんかからかうねんって絶対そのやっぱ弱ってる姿を 弱っっててる姿やの、うんううこって一番あそ,うだ,よそうだから、それの時なんかなんかからかんねんてだから、無理やと思ってて教育でうんこするのが恥ずかしくないってやっぱりバレうんこばれへんような環境うんこするのは面白いことだみたいなもうあかんならへんって、ね、わ笑えるみたいなだってうんこって笑うやん,なんかうんこって言ったらなんかみんな笑うやん。 んか多分うんこドリルができるぐらいやもんな,なん小学生のうんこ大好きやもんなみんな教育でなんとかっていうのをもう諦めてやっぱりトイレはみんな個室にすべきで小便器を俺は廃止論じゃいねずっとあれの方が効率的だって言うけど、うん、そんな効率悪くなってもいいからやっぱり人前でチンコ出すっていうのはあんまよくないっていうふうにした方がいいと思う、うんうん、でもなんか増えてるらしいね今座りながらしっこしてる男性もさ、ね、健康に悪いとか言うけど大丈夫、うん 進化するから、絶対に進化する。ここに悪いの、座って、っこするの。うん、なんかその、なんでなんやっぱ立って、する仕組みになってるんですよ、尿道が。だから、確かに、ちょっと想像してしまったわ、じゃあ。確かに、座って、おしっこすると、なんかその、キレ的な問題があるから、最後、やっぱ俺、ちょっと立ち上がって、ちょっと、こう。振ってるんや。そう。なんか、ちょじゃあれあかんのあの、立たないといけないっていうことは、もう立てひんやんか。 便器にもうアホなこと言わんとってそんなんもう効率悪いから,かいから無理に笑い作ろうとしてる <laughs> ほんまにもうたんからんでるやんもうもうほんまにあかんわ興奮してしまっただからやっぱ俺はもう小便器を全部なくしてやっぱ人前でチンコ出すっていうのは恥ずかしいことやっていうことにそう,そうしたらな LGBT がどうのこうのっていうのも、うん、別にもうみんな個室なんやから 問題にならまあ、それでも問題になるかもしれへんけどでもやっぱね恥ずかしいって言われてなのねあれが欲しいっていうよね前なんか聞いたことあったのがなんか中国ではいまだにねまだあのなんかもう何横に並んでうんこするところがあるみたいなこと聞くけどねその時みんな誰もからかわへんのかローマ時代とかみんなやっぱそのあなんな横座ってやってたみたいな,な横座ってやっとったし、うん、やっぱりやばいんやった 思う、それやばいいや、その時代に戻るのはどう。今男性、絶対嫌やし <laughs> で、男性がみんなチンコ丸出しで、あそこで小便器でおしっこしてるのはもう野蛮。えー、見てほしいやつもおるけどな、な中にはそう、見せたいやつのために、やっぱ一本は残してた方がいいんじゃないの。だから、そいつが。だから、いいやん、その一本だけ残した方が。うそ,そ,そういうプレイ用の小便器だけ作っとったら、ええ、どっかで。そホテルで。<laughs> どっか。二丁目とかに踊ったよ。二丁目のトイレ、すごいでなんか。 なあもうすごい見えるようになってるのあのねうち行った時はあのほんまにめっちゃ見えるやんと思ってていうか男女まず一緒やし、ね、うん一緒やし下とかめちゃめちゃ入っとるやんかみたいなもうちょっとかがんだら見えるがな下したからと思って女,女子トイレの方女子トイレってか個室のほう、ねまあ、座るとこ上も開いてるし下も開いてるしもう丸見えやねんけどそうそうズボン下ろしてんの見えねんけどみたいなあとお店によってはななんか男子小便器が全部こう 一つの壁みたいになっとって、うん、ほんで鏡になってるのがねなんで鏡になってんの鏡になったらもう見放題、うん、いっぱい見えるやんそうまあでもやっぱ、ね、自分のも見えるしそういうな自分の見たい人も見いる、ね、そういう変態やめた方がいいと思うなんかやめた方がいいと思う、うん、誰に向かって言ってるんやんだからもうそのな男子はもう立ち損金しもう さちしょんきんするの <laughs> 座る。座りましょうし。体に悪いって言うけど、そもそもまあ、あのう、様式便所もな、あんま体に別に良くないらしいからな。はい、はい。かがんだ方がいいらしいから。<ー>だから、それはもう、なんか人間が進歩するんで、ちゃんと体っていうのは。で、それに任せますと。どうする?ね。百<れ>年後さ、もう全然変なとこからしっ出てくるようになって進化。するそれがええやん、もう。もう、なんかもう、もう。 たな玉浦か,から出てくるみたいな。てか、なんかさ、湯にも奇妙な物語で昔あったけど、うん、なんかカプセルでうんこみたいな、ちょっとそんなあったんもうな、排便は全部カプセルで、ルだからもうトイレがなくなんねん、その世界では。で、みんなもう、あカプセル出てき,出てきたわみたいな、カプセルやね <laughs> てか、出すんや、もうアナルもなんか鉄とかでできとって、もう,もうカプセルで。えそうなえじゃ食ってるものは食ってるのは普通だけど、その体の仕組み上を。うん カプセルとして出てくるようにこれはすげえ進化してんな。るなそう。もうええで、もこの話。なんかさ、前もうんこの話したよな。いやあのね、うん、うんこの話、ね。もうやめよう、うんこの話。あんたが初めてやんで、勝手に。大好き。いやいやもう俺そういううんこキャラいや。でもあんためっちゃ喋ってたやんだか、あんたちゃんと政治的なこと話したいねん、こっちは。政治的な話話すの